から被写体、被写体それでは行きなさい、行ってきてください。すごい列並んでますね。初めてやってよかった。あーよかったよかった。めちゃめちゃなんか人気者でしたね。だから人気よ、ゼロ君すごい人気者で、だから監督でできるのよ。あーなるほどなるほど。我々が3団体かかってもまだ立ち上がらないですよ。アクションがもうガチというかプロレスじゃないですか、あれはもう。まさに。まさにね。だから我々も本当負けてられないんですよ。負けてられないですね。本当に私一応ね、ちっちゃな団体ですけど、ちっちゃな団体。愛知の看板背負ってきてるんですよ。はい。あなたもそうでしょ。そうなんですけど。輝く明日のスターを見て、ね。やってますけどね。で、常に面白いことを考えて。いやいやいや、そうですけど。脳内を活性化させて。活性化させて。ああ、次変なこと振られたらどうしようって思いながら。もう思いながらずっとやってますよ、もう。こういう時こそね。そんな、はい、コラボショー。はい。あと、15分後くらい始まっちゃうんですよ。15分だから、はい、私、はい、準備してっていい？準備していきますか。あの、だって私の裏の裏手回りの担当なんで。わかりました。じゃあ準備行ってみてください。大丈夫、あのね、あの、私知ってる、あそこで中山市に暇してるのよく知ってるから。あいつも、まあ、絶対来る気ないですけどね。捕まえ本番前です。わかりました。カテキングのチームにも、はい、喋れる子いるから。そうしましょうか。カテキングの今のうちにちょっと何とかしといて。私本当に機材を今からチェックしてくるから、はい、ちょっと僕一人じゃすごく不安でしてですね。マイク置いとくわ。これ優先置いとく。はい、ありがとうございます。誰か来て、誰か来て。カテキングチームのピンクの子手伝って。じゃあよし、捕まえた、女の子捕まえた。よし、じゃあ自己紹介お願いします。はい、あ、優先のマイクを入れてください。あ、こっちのマイク、優先の方じゃなくてこっちのマイクに交換します。はい、どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。はい、私は愛知県の西尾市の頭上にあるキラキラ星から優先に乗って地球のお友達に会いにやってきたリンダと言います。よろしくです。お願いします、リンダちゃんです。よろしくお願いします。西尾市のチームのね、リンダちゃん、いやー、むちゃくちゃ可愛いですね。僕だけに見える角度で可愛い顔していただけましたけどね。そんなこと言われて可愛いですけどね。ずっと一緒にね、コラボショーやるのは西尾市の方と2回目、僕ら弥富市なんですけども、弥富市と半田市、弥富市と半田市と西尾市でやるのが2回目になりますね。2回目ですね。はい、これで2回目なんで、今日どんな形になるかね、楽しみですね。まあ、言うてもバタバタしてましたからね、我々も。いや、すごい緊張、緊張してますよね。いきなり呼ばれて何ですか。震えてますけども。頑張りましょう。頑張って、まだかなり時間があるみたいな。10分ぐらい時間があると言われまして。長いですね。はい、ちょっとなんか質問とかしてみましょうか、お客さんに。そうですね。今日愛知のコラボショー目的で見に来たよって方手挙げて。はー、ありがたい。すごい嬉しいですね。ありがとう、ありがとうございます。あ、じゃあ私からも一個いいですか。はい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 。愛知県の西尾市を知ってる人。西尾市知ってる人。はい、関係者だけ。関係者だけが手が挙げておりました。ね、もうぜひ愛知県に遊びに来たときは、はい、西尾市に行ってほしいです。西尾は何が有名なんですか？何だと思います？何だと思います？逆に。僕は愛知県の人間なんで西尾といえばっていうのは分かるんですけどもね。他県の方は西尾といえばが分からないと思うんですけど。そうですね、西尾といえば、西尾といえば抹茶です。そうなんです、抹茶なんですよ。すごい美味しいですよ。抹茶好きな方はぜひ一緒に遊びに来てください。ぜひぜひ遊びに来てください。まあ抹茶でもね、普通の抹茶とかちょっと甘いお菓子にした抹茶とか ね、 そうですね、抹茶を使った食べ物いっぱいありますもんね。あ、はい、ありますあります。今すごい抹茶人気じゃないですか。人気ですね。抹茶ブーム来てますよ。どこ行ってもアイスとかシュークリームとかも抹茶だったりとかで、チョコレートとかも人気ですからね。私のおすすめは抹茶のチョコレートです。抹茶のチョコレート、美味しくないですか。美味しいです。食べたことありますか。はい、食べたことあります。僕抹茶大好きなんですよ。本当ですか。はい、うん、じゃあぜひ西尾市に。西尾市に、はい、行ったことありますけど、でも僕は愛知県の人間なんで。あ、そうですね、はい、この話はみんなに PR しなきゃいけませんから。そうですね、ぜひぜひ来てください。お願いします。待ってます。あ、お願いします。はい、なので私も合同賞の準備とかがあるんですけど。準備がある？うん、出したらいいですか？分かった、じゃあ行っておいで。大丈夫ですか？ OK、もらいます。はい、ありがとうございました。リンダちゃんでした。また一人が一人になっちゃいましたけども、いや、頑張ります。ちなみに誰のファンとかありますか？ローカルヒーローショー、日本ローカルヒーローショーで誰が一番ファンですか？リブル。
もっとあるでしょう。アンダーホックスね、一応私ヤトレンジャーなんですけどもね、アンダーホックス好きでもいいでしょう。ドリームレンジャーさんもすごいショーもね、すごいですからね、アクションがすごいところですよ。ドリームレンジャーさんはあっちのね、レッドステージの方でねショーをやってますけども、まあ我々今からは愛知コラボショーということでね、愛用ステージの方で今から始まりますんで、ぜひぜひまだブルーシート空きございますので、ぜひぜひ前の方詰めて、前の方でぜひ迫力のあるところで見てください。今ね、もうカテキングとかも出ておりますけどもね、あのヒーローがこの後舞台で活躍します。どんな話になるのか。今日はちなみにですね、あ、アンダーホックス来ましたね。アンダーホックス元気、ショー始まる前に体力使い切っちゃわないから大丈夫かなよしよしよし、アンダーホックスね、アンダーホックス、ハンダ氏ですね、ハンダ氏のアンダーホックス、そしてカテキングね、西尾氏のカテキング、元気だアンダーホックスね、ゴンギツネなんですよね、アンダーホックスはコンコンホってやってますね。お、ファンの方いるじゃないですか。アンダーホックスのファンですか。アンダーホックス1番1番ではなさそうだ、微妙な反応曲がったもん。1番じゃないよ多分。1番、あ、1番気を使った、多分1番ですねごめんなさい、コーラーってやられそう、コーラー1番です、よかったですね。でも今日は1番応援してくれてると思いますんでね、アンダーホックスも活躍しますし、カテキングもヤトレンジャーも活躍しますんでね、全員を応援していただきたいと思います。さあさあさあ、まもなくになりますね、あちらの握手会やっておりますのでですね、じゃあ握手会終わりましたらこちらのショーを始めていきたいなと思っております。ちなみにね、僕のヤトレンジャー住んでるところの弥富市はですね、金魚が有名なんですよ。金魚のヒーローということで、ヤトレンジャーっていう名前なんですけども、まあ、出てきたら分かると思うんですけども、完全にドン・キホーテの衣装が出てきます。完全な、もう今日オープニングがあったんですけども、ヘッドステージでね、オープニングで全員のヒーローがね集まるのがあって、一人一人ずつ紹介されるんですけど、我々すごく恥ずかしくて、他ドン・キホーテいないから、ドン・キホーテでファーってやってくるの僕らだけなんで、すごい恥ずかしくてポーズもかっこよく決めれなかったっていうのがありましたけどね、ショーではちょっとかっこいいアクション見せたいなと思っておりますね。金魚の選手ということで、ぜひともねツイッターとかもやってますんで、覚えていただきたいなと思っております。さあさあどうでしょう、まだね、まだまだ時間ございますけども、デブマスクさんがね、もういろいろ音の関係とかで今いないんで、私一人でつなげていこうかなと思ってるんですけども、ちょっとね、やっぱり我々自分らのショーだから、声出す練習とかしていいですかね。声出しときましょう、皆さんで盛り上がる準備しましょう。なんか頑張れとか一緒に行ったりしてほしいので、それの準備をしましょう。じゃあ僕はですね、盛り上がってるかいって言ったら、みんなの大きい声でイエーイっていう声聞かせてください。いきますよ、みんな盛り上がってるかい、イエーイ。子供のもと出そう、大人がすごい大きい声で出してくれてる、みんなも一緒にイエーイって言ってください。いきますよ、盛り上がってるかい、イエーイ。もっともっと盛り上がってるかい、イエーイ。あ、いいですね、この調子です。この調子でヒーローのことを応援してあげていただきたいと思います。子供さんたちも愛知のねコラボショーを見に来たのかな、愛知のコラボショーを目的に来ましたか、そうでもないかなたまたまかな、たまたま、まあでもね、今日知らないっていうね、そうそうそう、ハンダーホックスもね、まだ知らないっていう子もね、千葉にはいるかもしれないですから、ハンダでは大人気ですよ、みんなが知ってますけど、愛知県ではハンダーホックスまだ知らないよと。千葉の方で知ってるのか。はい、千葉の方が有名なの、ハンダーホックスって。そうなの、不思議だね、ハンダよりも千葉の方が有名、もう千葉でやった方がいいんじゃない、もうこれからそれはやだ、それはそれハンダだもんね、ハンダを誇りに思ってるもんね、なんかそれもハンダで、ハンダの PR をね千葉でやっときましょうよ、今日も頑張って。今月ですか、ハンダ市はね、ハンダ市もいいところ、日照市もいいところ、弥富市もいいところですから、ぜひぜひ覚えていただきたいなと思っております。まあ、カテキングもねスタンバイしておりますね、かっこいいヒーローなんですよ、ハンダーホックスね、カテキングと並んで、ヤトレンジャーもここに並ぶわけですけどもね、並んだ時のクオリティにちょっと注目していただけたいなと思っております。わー、かっこいい、カテキング、変わりましたね、挟まれましたね、僕が。もう普通この状況になったら僕がボコボコにやられるんですけど、今 MC 中なので休戦しております。戦いの方は休戦していいですよね、今は。この後戦いましょう、よろしくお願いします。戦う前であんまりよろしくお願いしますって言わないんですけど、一緒のチームですからね、みんなで盛り上げていきたいなと。あれ誰かいるじゃん、亀崎と
ットだ。最近新しいヒーローとしてハンダでね、ハンダのヒーローの仲間入りしたんだよね。亀井崎キットがクールなヒーローなんですよ。彼はこの後ショーを見ていただいたら分かると思う。すごいクールなキャラクターで、ちょっと見た目もどうです、ちょっと僕は可愛いなと思う。亀をイメージしてるのかな。亀だね。すごい可愛らしいなっていう印象もある。 クールなキャラクターなんだ。でも笑ってるけど、カテキングすごい笑バカにしてるけど、ほら怒っちゃうよ、もうやめろやめろだね。いろいろキャラクターがいますよ、愛知県にも。この他にもね、今日はコラボショー3団体ですけども、他にもね、たくさん愛知県のキャラクターいます。あ、リブマスクさん、はぁ、あ、昨日終わったのかな、スタンバイ OK って小道具とかの設置した準備は OK ですかね。大丈夫だよ。あとは内緒だから、じゃあちょっと、はい、ちょっとあの愛知組さ、はい、ちょっと上、上行きましょう。愛知組上、よしよしよし。ちょっとあのなんか悪役っぽい人もなんか全員愛知組舞台上来て、ちょっと愛知組よ、よし、なかなかこのエンジンとかも見れるもんじゃないですからね、普通は。古いかなお客さんの前でやるもんじゃなくないですか、普通。いやー、なんて言ったってね、なんて言ったって、あの去年さ、ちょっと大人の事情があってさ、はいはい、あの私ね、自分とこのショーね、出れなかったの。出れなかったんですか。出れなかったんですよ。そうそう、私自分の主役のネタすげえ考えてたのに、はいはい、出れなかったの。今日、今年楽しみにしてたんだ。じゃあそう、今年はね、愛知代表と代表としてね。ごめん、ちょっと台本置いといていい。え、どうした。少なくね、ちょっと人後ろ空いてるよ。びっくりした今俺、えと思った。愛知のコラボショーが始まる。一瞬現実受け止められなかった今俺。あ、えと思った今。ちょっと影に入ってる人たちもいるからね。本当にガチで言ってるこれ。始まるよ。俺始めないよマジで、こんなんだったら。マジで時間大丈夫。真面目な話、空いてますんで、そんな遠くで一歩引いて水に全然、靴脱いでこちらの方でゆっくり見てください。全然そんな構えて見るもんではございませんので、よろしくお願いします。ということでね、私が主役の愛知主役の愛知からましょうか。めっちゃ楽しみなんですよ。私こそね、去年から主役だったから主役で頑張っていただきましょう。よしよしよし、はい、お疲れ様です。はい、どうした、どうした、はぁ、マジで言ってる、何を、大変だ、何、天童裏に宇宙大怪獣が出現した。また今年もかよ。いないのまた。天童裏誰かいないの、うん、大津さんしかいない、やかましいわ。ちょっともういいわ、ちょっともう行くわ、ちょっともうちょっとあとよろしく。マジかマジか、ピキン鳴らしたら開始ないんだからもうちょっとだけど、バイバイ。分かった、すごい裏のこと言うタイプだね。ピキン鳴らしたら始まりって言われてみんな知っちゃってるからね。わかりました。あ、今年もいろいろ変なミニコントありましたけども、ヘブンマスクさんは裏方をやるということでございましてですね、裏の方に行かれましたけども、我々でなんとか先ほどのメンバーで愛知コラボショー盛り上げていきたいなと思いますので、皆さんの大きな声援が必要でございます。皆さん、じゃあ一回拍手の練習してみましょう。初めてね、今この瞬間に来たよっていうね人もいますんで、じゃあ僕が拍手って言ったら大きい拍手をください。いきますよ、拍手。すごいじゃない、一発でいけるね。やっぱ愛知コラボショー見に来た人ばっかりだから一発で決まるもんなんだね。
お願いしますよ、この感じで、この一体感で愛知コラボショー、なんか悪者がずっと仕切ってやってるのもおかしいですけどもね、悪者この後僕あの会場襲い出しますんで、その時急にキャラ変わると思いますけども、今まで優しかったキャラが急に変わると思いますが、その辺はあそういう台本なんだなと思っていただければ結構でございますので、そういう風な見方をしていただけたらなと思います。ありがとうございます。いや、ね、ありがとうございます。頑張りますね、いろんな方が、ね、応援しに来てくれてます。子供から大人までがやっぱローカルヒーロー大好きだっていうことでね、いろんなところでショーをやっておりますからね、アリオステージだけじゃなくてレッドステージもありますから、このあと我々も全てこちらのショーが終わったらレッドステージの方に行ってみんなでエンディングということになりますのでね、またそちらもお付き合いください。あ、ピキンが鳴りましたね。みんなピキンが鳴ったね。じゃあスタートということでございます。じゃあ僕がですね、愛知コラボショーと大きい声で言ったらみんなの大きな声でスタートと返してください。それでは行きますよ、愛知コラボショー。